こんな時間に子供が道端になんてよくないな。ちょっと声かけてみよう。こんにちは。あ、どうもこんにちは。坊や、この辺に住んでるの？はい、実家です。だと思うよ。それはわかんだけど、坊や今一人？はい、人間は誰しもが一人。そういうことじゃなくて、ここに今一人でいるんだよね。一人に見なかったら乱視の疑いがあると思われますが。診断されちゃった。一人でさ、こんな道端で何やってんのかな？アリを楽にしてるんです。ダメだよ、アリを殺しちゃ。やめな、やめな。かわいそうだから。やめな、やめな。そんな生き物をさ、殺したりとかさ。坊やのお家はどこなの？あっち。あっちってのはどっち？あっちから見てこっち。あっちとかこっちやるともおじさんわかんないよ。あっちとかこっちとかでしか言えませんよ、まだ子供なのだから。客観的だね。そうか。まあ、いったな。もう遅い時間だから、坊やお家帰んな。まだ遊んできます。じゃあおじさんと一緒に何かして遊ぼうか。おじさん、友達いないんですか？多分君よりはいるよ。じゃあその人と遊んだらいい。怖いよ。怖くないですよ、まだ子供なのだから。分かったよ。